おはようございます。ももチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はアガベ5色バンダイの苗が手に入りましたので、プランターに定植していきたいと思います。5色バンダイは一目でわかるように大変美しい多肉植物になります。放射線状に伸びた葉が特徴で、葉の一枚に描かれた模様が美しく、歯並びの精密さと葉模様の交雑さが噛み合い、真上から見ると幾何学模様にも見えるのがその魅力とされます。またあまり大きくならず、生木でも45センチから60センチと初心者にも育てやすいおすすめの多肉植物になります。原産地はアメリカ、メキシコ。耐寒性は5度になりますので、冬は室内に取り込む方がいいと思います。今回も実際にプランターに定植しながら、育て方も含めた5つのコツについてお話したいと思います。1つ目のコツ、生育環境です。日当たりと風通しがいい場所で育てるようにしてください。半日陰でも育てられますが、日当たりの方が葉が美しく徒長もしにくくなります。ただし真夏は高温多湿によって株が傷みやすいので、半日陰で管理することをお勧めします。2つ目のコツ、用土です。アガベの中でも特に乾燥を好みますので、水はけのいい多肉植物用の用土を使うといいと思います。自作する場合は軽石を多めに入れてもいいと思います。3つ目のコツ、水やりです。季節ごとに水やりを変えてください。春から秋は日当たりのいい場所に置き、土が乾いたら鉢底から水が出るくらいたっぷりと水やりをしてください。目安は週に1回ぐらいがいいと思います。冬は4週間に1回を目安に、控えめに水やりを行うようにしてください。葉の肉のしぼみ加減を見てもいいと思います。4つ目のコツ、冬越しです。多肉植物の中では耐寒性が弱いので、気温が5度以下になる場合は室内で管理してください。昼はできるだけ日の当たる場所に置くようにしてください。5つ目のコツ、病害虫です。貝殻虫がつけやすいので、見つけましたら歯ブラシでこすり落とすか、市販の薬を施すようにしてください。今回のやる五色バンダイになります。ちょっとトゲがありますので、触ると痛い時があります。このように上から見ると葉一枚一枚のコントラストが鮮やかで、全体的に見てもこちら幅が15センチ、高さも15センチ程度ですが、立派に見応えのあるアガメになります。でも抜き苗として手に入れまして、1週間以上乾燥させてありますので、ちょうど定植の時期になります。それでは定植していきます。それではアガベ五色バンダイのプランターへの定植を行っていきたいと思います。まず今回用意するものについてお話ししたいと思います。まずプランターです。7号鉢を使います。幅が20センチ、深さが20センチになります。中にこのようにスリットが入っていて、排水性はいいです。そして培養土、軽石と鹿沼土、元肥入りの培養土と赤玉の小粒を使います。そしてこちらが五色バンダイになります。五色バンダイの良さはやはり上から見るといいと思います。このように均整の取れた縞模様がとても幾何学的で素敵な感じがします。大きさですが、幅が15センチ、高さがやはり15センチあります。そして何が植えてあるのか分かるように名札も用意しました。それでは定植していきます。最初に培養土を作っていきます。こちらが軽石です。そして鹿沼土、元肥入りの培養土になります。そして赤玉の小粒になります。はい、こちらを混ぜます。それではこちらの7号鉢に3分の2ほど入れていきます。はい、こちらが五色バンダイになります。こちらを真ん中に置きます。根を広げながら置いていきます。そして用土を足します。
はい、叩きます。根付きましたら化粧砂などで上を覆ってもらっても綺麗になると思います。はい、ちょっとチクチクしますので、トゲが気になるようでしたら軍手かゴム手などでトゲを防ぐようにしてください。このように植えることができました。そして何が植えてあるのか分かるように名札を刺します。以上でアガベ五色バンダイのプランターへの定植が完成いたしました。今回も実際にプランターに定植しながら育て方も含めた5つのコツについてお話しさせていただきました。1つ目のコツ、生育環境です。日当たりと風通しがいい場所で育てるようにしてください。半日陰でも育てられますが、日当たりのいい方が葉が美しくなり徒長もしにくくなります。ただし真夏は高温多湿によって株が傷みやすいので半日陰で管理することをお勧めします。2つ目のコツ、用土です。アガベの中でも特に乾燥を好みますので、水はけのいい多肉植物用の用土を使うといいと思います。自作する場合は軽石を多めに入れてもいいと思います。3つ目のコツ、水やりです。季節ごとに水やりを変えてください。春から秋は日当たりのいい場所に置き、土が乾いたら鉢底から水が出るくらいたっぷりとお水をあげてください。目安は週に1回ぐらいでいいと思います。冬は4週間に1回をめどに控えめに水やりを行うようにしてください。葉の肉のしぼみ加減を見てもいいと思います。4つ目のコツ、冬越しです。多肉植物の中では耐寒性は弱いので、気温が5度以下になる場合は室内で管理するようにしてください。昼間はできるだけ日の当たる場所に置くようにしてください。5つ目のコツ、病害虫です。貝殻虫がつきやすいので、見つけましたら歯ブラシでこすり落とすか市販の薬を施すようにしてください。この後の作業ですが、 2,3 日このままの状態で置き、その後から灌水をしていきたいと思います。現在10月初旬ですが、あと2ヶ月ぐらいは外で育てることができると思います。また冬になりましたら室内に取り込む様子もお届けできればと思います。今回はアガベ五色バンダイのプランターへの定植についてお話しさせていただきました。チャンネル登録そして高評価をしていただければ励みになります。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。